三人がゴーダ。時は今よりちょっと昔、ある国にゴーダンというシルクハットがよく似た若い貿易商人が住んでおりました。ゴーダンが売っているのは羊の毛から作った高価な手織物です。ある日のパーティーの帰り、お酒に酔ったゴーダンはジーヤにとんでもないわがままを言いました。ジーヤ、私はこの扉の向こうにある秘密が見てみたい。いけません、旦那様。危のうございます。ジーヤはびっくりして、ゴードンをやめました。ゴードンの住むイーストベオンには、上流階級が暮らす場所と、近隣街を隔てる、高くて長い塀がありました。その真ん中には、真っ黒な鉄の扉がありました。いいじゃないか、もう決めたのだ。私は貧しい者がどんな暮らしをしているのか興味がある。しかし旦那様、塀の向こうに行くことはこのイーストタウンの条例で禁止されております。規則は破るためにある。ジーヤは誰かが決めた規則を行儀よく守って死んでいくのか。そんなのは生きたということにはならんのだぞ。やれやれ、また始まりましたな、若旦那様の口癖が。嫌ならジーヤはついてこなくていいぞ。そう言うとゴーダンは扉に足をかけてよじ登り、あっという間に塀の向こうに行ってしまいました。これはひどい。貧民街の様子はゴーダンの思った以上でした。今は冬なのに誰もゴードンの着ているような街灯を羽織ってはおりません。石に腰掛け安咲きを煽るも、池の水を飲むも、パンを盗み必死に逃げている子供も。なんということだ、塀の向こうにこんな世界が広がっていただなんて。ゴードンが貧民街を歩いて、ボロボロのベンチの脇に今の垂れ死にそうな老人が倒れているのを見つけました。今夜は寒い。こんなところに眠っていたは死んでしまうぞ。ゴードンは老人を助け起こしました。お前は。その老人の顔に、ゴードンは見覚えがありました。そう。私はお前だ。40年後のな。何を言ってるんだ。そんなことがあるわけないだろう。40年後の私がなぜこんなところにいるんだ。さあな。この町は100年以上封鎖されている。多分外とは時間の流れが違うのだろう。その老人の姿は見れば見るほど自分にそっくりでした。私は貿易商だ。金なら腐るほどある。こんな貧民街に住むような男ではない。私も最初はそう思っていた。しかしこれは運命なのだ。このまま私は財産を全て失う。そしてお前が生まれた町で過ごした時間よりも多くの時間をここで過ごすことになるんだ。逃げようったって無駄さ。貧民街の人間が外に出たら公衆刑だからな。家を持たず仕事を持たず、毎日毎日腹を空かせない。黙れ。俺は信じないぞ。お前は俺が酒に酔って作り出した幻影だ。ゴードンは年老いたもう一人のゴードンを振り払い走り出しました。扉に足をかけてよじ登り、ジーヤの用意した馬車で脇目も振らずに屋敷に帰りました。それからゴードンは仕事をしていても食事をとっていても、あの時に見た惨めな自分が忘れられず、毎日を過ごしました。信じたくない。
しかしあれはどう見ても私だった。いくら年老いていようと、いくら痩せこけていようと、他ならぬ自分を見誤るものか。あの後彼はどうしたのだろう。あの場でのたれ死んでしまったのだろうか。それから数ヶ月経ったある日、ジーヤが血相を変えてゴードンの書斎に入ってきました。若旦那様、大変です。どうした、ジーヤ。先日港を出た船が嵐に遭い、難破、沈没してしまったとの知らせです。なんだって。それはゴードンが全て失った瞬間でした。船も船乗りも高価な毛織物もすべて海の底に沈んでしまったのです。ゴードンの会社は倒産し、お屋敷を手放して従業員の退職金を払わなければなりませんでした。ジーヤやメイドたち、毎日の食事を作ってくれた料理人、お気に入りのシルクハットなどともお分かりです。無一文になったゴードンは、町の条例で貧民街に住むことになりました。一度入ったら、もう二度と戻れない扉をくぐって、再びゴードンは貧民街に入っていったんです。10年、20年、30年、40年の月が経ちました。ゴードンの姿はあの頃の老人にそっくりになっていました。もう一歩も動けない。腹が減って死にそうだ。やはり神が定めた運命には逆らえない。ここが俺の死に場所になるのか。その日もゴードンがいたずら心を起こして扉を飛び越えたと同じくらいに寒い寒い日でした。寒さで死ぬか飢えで死ぬか、はたまた老いで迎えが来るか、どちらにしても私はもう長くないだろう。ひとたび乗り越えれば絞首刑になるという鉄の扉。同じ死ぬなら私はこの貧民街の底で死にたかった。しかし私の体はもうボロボロで、扉に足をかけることさえできない。ゴードンは目を閉じて天を仰ぎ十字を切りました。するとその時です。扉の外から何やら聞き覚えのある声が聞こえてきました。ジーヤ、私はこの扉の向こうにある貧民街が見てみたい。いけません、旦那様、危のうございます。それは若き日のゴードンとジーヤの声でした。ゴードンはその声に悲鳴を立てました。いいじゃないか、もう決めたのだ。私は貧しい者がどんな暮らしをしているのか興味がある。しかし若旦那様、塀の向こうに行くことはこのイーストタウンの条例で禁止されております。規則は破るためにある。ジーヤは誰かが決めた規則を行儀よく守って死んでいくのか。そんなのは生きていたということにはならんのだぞ。やれやれ、また始まりましたな、若旦那様の口癖が。そうだ、運命には抗えないと勝手に決めつけていたのは私自身だった。若い私はこんなに自由じゃないか。今日は私の命日なんかじゃない。悲劇を終わらせる時がやってきたのだ。考えろ、知恵を出せ、行動を変えろ。若い私を引き止める方法を。そう言うとゴードンは電池に頭を打ちつけました。血が流れ、顔はみるみる膨れ上がりました。そして声を限りに叫びました。助けてくれ、そこの若いお方、転んで頭を打って動けないんだ。
若いゴードンが駆け寄ってきたとき、ゴードンの顔は誰だかわからないほどに腫れ上がっておりました。やや、これは大変だ。今すぐ私の屋敷に帰って手当てをしましょう。若いゴードンは助けを求めている老人が、まさか自分だとは全く気がつかない様子でした。ゴードンの若い自分におぶさり、40年ぶりに自分の生まれた町に戻ることができたのです。ゴードンは懐かしい我が家に帰り、手当てを受け、着替えを与えられ、温かい食事をとりました。火を通した食事をとるのは何年ぶりでしょう。あの頃は、食べ飽きたなどと料理人たちに文句を言っていたというのに。そして数日たち、ゴードンの顔は少しずつ元に戻り、顔色も少し良く、ふっくらとしてきました。ご老人、あなたは随分と私に似ているように思えるのだが、私の気のせいなのだろうか。驚かないで聞いてくれ。私は、40年後の君だ。え？そんなバカな！驚くのも無理はない。私だって若い頃、年老いた自分を見たときは恐怖で足がガタガタと震えたものだ。ゴードン、ことの顛末を若いゴードンに打ち明けました。すると、こういうことですか？ 8 月に船を出さなければ、私をすべては失わなくてもいいと。そういうことだ。それから出来の悪い毛織物を廃棄するのを待ってほしい。なぜですか？あんなものは売り物にはならない。貧民街は皆薄着で冬を越せないものも多い。少々不細工な織物でも毛布代わりにしたり、それで衣服を作ったりすれば寒さはしのげる。なるほど。しかし、そんなに何度も塀の向こうに届け物ができるかな。もし見つかったら。それから、お前は次の町長の選挙に立候補しろ。町長になって、この町の条例を変えるんだ。すべてを失うことを考えれば、勇気も出るだろう。何を、どう変えるんですか？決まっているだろう。塀を取り除き、貧民街をなくすんだ。規則は破るためにある。それからまた何年かが経ち、若いゴードンは見事イーストランドの町長に当選しました。塀は取り壊され、町は一つになり、正しい時を刻むようになりました。そして貧民街にいた人々も毛織物を作る仕事を与えられ、町に貧しい人たちは一人もいなくなりました。若いゴードンと老いたゴードンもいつまでもいつまでも幸せに暮らしていました。おしまい。